あの牛の鼻輪をたくさんこう置いて、でこう牛を供養しているところというところなんですけど、おめでとうございます。始まりました、かなです。はい、今日はあの新年ということで、牛年でございます。ということでね、今日ね花栗塚っていうところにやってきました。牛年なので、まあちょっとここを見つけたんですよ。でなんかあのここね、あの牛の鼻輪をたくさんこう置いて、でこう牛を供養しているところというところなんですけど、まあ普段ね私たちって牛とかまあ食べてるじゃないですか、日頃。で私焼肉めっちゃ大好きだから、めちゃめちゃあの去年も焼肉の動画とかたくさんあげたんですけど、まあそういう牛を食べるにもやっぱりこうね、こう食用として使わなくなる牛とかがやっぱりいるということでね、その牛を供養してるっていう場所になるということで、あのまあ、日頃、ね、牛乳とかも私めちゃめちゃ好きやし、まあ、そうやって食べて生きていけることに感謝しながら、ちょっと牛さんに挨拶していきたいと思います。100円納めて無断立ち入りお断りします。花栗塚へお参りの方は受付で、あ、参拝料がいるんだ、うん、受付で100円納めてお入りくださいということです。ここに100円入れます。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。これです。登ってもいいこれ？あ、もちろん。はい、ということで花栗塚というところでした。
なんか写真私ネットで見とってなんかちょっとイメージ全然違ったんよね。なんかもっとなんかでももうちょっと明るい感じの場所かなと思ったけど、やっぱなんかちょっとね、あのあれなんだろう、まあね今年1年まあでもいい年になればいいなと思ってますので、こう食べてね健康にね気をつけていかないといけないと思うんで、まあこういうねこういうのも必要かなと思いました。今年1年も健康にね美味しいものを食べて、動物とかねそういうのに感謝しながら生きていきましょう。はい、ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。